1文字目はこれ17回で、ね、それ何何その字何の字これ何字何の字はい、どうもピザのゴーちゃんです。くらです。山上です。カメラです。文学作品を当てろー。イエーイ。当てる。文学作品をちょっとずつ表示するので、はい、これが何か当ててください。正解者の中で一番早かった人に3点、2番目2点、3位が1点。伏せたら答え変えられないってやつ。はい、それでは1問目、問題こちらです。は？英語だ。この文学作品の中にはですね、始まりのカッコが1回登場する。知らないよ、そんな。知らない、どうでもいいよ。ということで、今回の企画は出現頻度文学です。この文字は何回出てきますっていうのをちょっとずつ教えてあげます。あ、文字単語とかじゃなくて。うん、文字。マジか。そうでしょ。あ、もうクイズ始まってるので答えても大丈夫。無理だよ。ヒントはちょっとずつ増えていきます。いやいや、まあ、まあ、あるでしょ、そんなの。だから1日で終わるものではない。だから3日経ってるんです、3日。ああ、なるほど。こうかな。あるんだ。でもさすがに伏せない。じゃあ、第3ヒント行きましょうか。第3ヒントは、1、4回。4回ぐらい出てるかな。えぇ、いや、やめた方がいい。よし。次見ますか。いやいや、絶対次見た方がいい。次見た方がいい、これ。You、5回。いや、伏せよ。あ、伏せた。伏せた。まあ、こうかなぁ。もっと聞かなくてよかった。いや、最後は見れるんだよ。あ、じゃあ、もう、変えられない。伏せた人は変えられないから。伏せる意味なかったよ。伏せなきゃよかったね。はい、ということで、問題の途中ですが、3人とも答えたということで、福田さん、オープン。走れ、メロス。山上さん、オープン。走れ、メロス。こうちゃん、オープン。走れ。おいおいおい、じゃあ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 。え？翌日、翌日、3日ぐらいとかって。そう、3日だった。ぐらいだなと思って、あとなんか、萎縮が。そうそう、セルミンティウスが萎縮なんで。そうだね。とかで、まあ、4回ぐらい出ててもおかしくないな。じゃあ、問題文の続き、貼り付け。あー、やばい。巣、104回。メロスの巣だ。ということで、正解は、走れメロスです。うわ、なんか、正解したけど、なんか、悔しいな。言うわね、最後の一文が勇者。勇者、威力説明した。カッコどこかわかる。古伝説とシルレルのしおり。そう。え？最後に、その出典みたいなことで、古伝説とシルレルのしおりって書いてある。かっこ古伝説とシルレルの力。一文が最後についてる。それ、結構覚えてる。それでは、2問目。最初の文字は、ドン。犬。犬。4回。犬。一応、いつでも伏せられるように。いや、でもだから、昨日ショットばかり。間違ってた。3人とも目つぶりながら今のボード見せてくんない？はいはい、じゃあ閉まってください。2文字目は道。道 ?60 回。60回。どっちだろう。逆ピンとこないな。3文字目、葉っぱの葉。え、何、葉っぱの葉。72回。どっちだ。めっちゃ同じだった今。今の同時だ。じゃあ、両者とも正解だったら 2.5 点。ありがとうございます。皆さん、こうです。分ける779回。何？これヒットした？ヒットした。終わったない。終わったない。ヒットした。マジ？え？まあ、ないよね。ないよね。絶対、絶対、絶対同じくらい。あ、自分、自分の、自分って言葉がいい。あ、じゃあ、じゃあ、そう。ええ、じゃあ、分かった、分かった。じゃあ、あり得る、じゃあ。あり得るな。はい、最終ヒントは、恥。恥？ 15 回。恥出てくるよ、絶対。その小説は。もしかして、あれ？だから、あ、だからっていうのかな。福田さん、オープン。人間失格。お二人、人間失格。あー、そっか。正解は、人間資格。よし。よーし。2.5 点。言葉じゃなくて、オーバー弱造。オーバー弱造。犬は何？例えば、ポリスと呼ばれる、いわゆる警察を指して犬って言ったりとか、無邪気な様子を犬って例えたりとか。そういうことか。最初犬だったから、とりあえず我が輩は猫である。いや、俺も俺も俺も。みんな同じだと思う。犬が最初に来て猫が来るパターンかと思って我が輩猫だって書いといて。でも、ハッチが、ちゃった。ハジーは。恥の多い生涯を受けました。ありましたね。ダザイ、ダザイ。どっちもダザイ。次もダザイの時に書いておく。もう書いておく。それでは、3問目。1文字目は、これ、17回。何、それ何？何その字？何の字これ？何の字？何の字？17回も出てきてる。人生で一回も見たことない。でも、読んでる可能性も結構高い、そんなにマイナーな作品じゃない。まあ、そうだね。読みはですね、
缶ですね。缶なのこれ。剣じゃない。あ、じゃあもう、じゃあもう違うわ。違うわ。そこで。伏せる。目を見たら。目を閉じて、はい、カメラに見せてください。戻してください。2文字目。これ。うわぁ、あの字がつく熟語2個しかない。2個しかないから、そうなんですよ。これはね、熟語じゃなくてね、隋って呼んでね、まんま入ってます。あ、そう、はぁ、レシピどうしようかな。思った思った思った。でもね、月あたりなんか、いい特徴なんだね。それでは、あります。最後、消す消すの。爪は、これ。え？これだけしてる。お、こうちゃん、セーター。でもだよな。さすがにでも、これじゃないの？あ、でも、お、終わりだから。ちょっと終わりです。いやいや、考えることによって正解に近づく可能性がある。これはね、雲なんですよね。あの、無事に知るとこの字で雲なんだけど。雲ってマジ1個しか思いつかないんだけど。じゃあ、それだろ。それだろ。じゃあ、それだろ。え、神田との神？そうだと思うよ。わかんないけど。そういうこと？そうなんじゃないから、神だとしたら。全員、オープン。やっぱ、まあ、板を。正解は、雲の糸。やったー！やったー！やったー！字をお出しします。いや、そう、だとたはね、あのイメージついたのよ。これで知ってたらマジいけたね、いけたね、噛んでいけたらね、噛んでいけたね、そういうことだね。隋はお釈迦様が登場するシーンに出てくるので、あの物語の最初と最後に出てくる、蓮の隋みたいな。そういうことか。それでは4問目です。4問目はこちら、ド16回、いやいやいや、こうじゃないかな。そういうことか。でも、ステイだな、これはステイ。これが書いてるよ、書いてるよ、大丈夫。じゃあ伏せる。おお、伏せたな。伏せる。よし。くそー、下行ったらいるぞ。おいおい、いやでも当たってるかもしれない。お二人は書かない。これはね、書くだけ書いておくか。でこれさ、福良さんと俺は 1.5 点差なんですよ。山川の不正解だったら俺はゆっくり見て2点でもかかっとすれば超有利だから。おれ、こうやって、おー、待って、伏せちゃった。俺がこうやって待ってた方がいいよって理由を丁寧に説明した。まずその間にさ、なんか一くだり作ってどういうこと？何考えてたんだろう。次はラ16回です。ええ、次と24回。え、いやいや、多分これだと思う。次次次次次と18回。やばい、やばい、違うかもしれない。え、でまだ終わない、まだ終わない。お、全然ピンときてない。9回。え、これさ、ドトラが同じなんだ。なんか同じ単語で使われてるんですよ。で、おとんがジュラシュ級で倍になってるから、あ、おが2回通すね。1個の単語。あー、1個の単語に。かしこ。おーみたいな感じで。ってことは？いや、まだまだわかんないけど。あ、40回。あ、以上です。俺の予想してた文字が出てない。なるほど。マジなんで出たんだろう。知らない。全然わからなかった。全員、オープン。風の又三郎、風の又三郎、山梨ということ。だいぶ宮沢賢治。宮沢賢治だね。カタカナの語が16回やった時点で、多分ひらがなの最初にドッドド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 ドって始まるから、ひらがなの語が最後とかに来て、ドが2つあるよねみたいなんで、問題なんだなと思って書いた。俺も同じ風な推理で、一旦書いてまだ伏せないでおこうって思った。気づいたんですよ。まあ僕が、まあ山梨を思ったのは、まあやっぱクランボンとかさ、カタカナの多そうじゃないですか。多分面白い。これも違います。あ、違う。違う。もうちょっと考えたいけどね。まあ4問目なんで、そろそろね、どれだったと言われると。え？ドレミの歌？残念。いや、ドレミの歌に行ってくれると嬉しいなって思って。それちょっと、ドトラだからね。うん、あ、そうだ、パッキャマラード、パッキャマラード、パオパオパパパだ。正解はクラリネットの音だったでしょ。ドトラの音。いや、わかるわけない。せめて文学以外も出ますよって言わないよ。ちょっと思ったんだ。わかるわけない。わかるわけないじゃん。ヒント出そうかなと思ったらね、早々に2人伏せた。はい、ということで正解者なし。こういうのも出るのね。あるのね。わかりました、わかった。なるほどね。次が最終問題で文学です。おい、1位2人と2位の福良さんが 1.5 点差なので、福良は単独正解とか決めないと勝てないです。あ、確かに。まあでも全然関係あるけど。そうか、そうか。それでは5問目、合う合う、はい、35回。いや、まあまだわかんないから、行きましょう。次どうぞ。予想103回。なんか来そう、なんか来そう。子供の子585回。585、相当出るね。参ります。いや、そう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 。君、1705回。いや、じゃあ、こう。え？
あ、伏せた。伏せました。文学作品じゃないじゃん。いや、俺もさすが。あ、でも、やば、あ、ミスった。子の方が多いわ。だとすると、これだと。いや、そうだよね、そうだよね。子というか、死だけど。もうみんな大同じこと考えた。あー、やっちゃった。なんで伏せたんだ。見る4301回。 4000? 何文字のやつ。え、普通じゃないね。 4000? 普通じゃないね、それ。心6232回。長編小説だな。長編も長編だ。思う8628回。これなんだ。それは31192回。お経とかの類いだと。いや、俺もそう、お経かなと思ったんだけど、ひらがなが終わりから違うんです。女少ない少ない少ない。急に女がここに来てるってことは、女は結構ヒント目の、ヒントですよっていう意味ではあるよな。バッ7696回。キ17968回。待って、そういうことかな。え、何何何を。いや、そういうことしかないと思うんだよな。はい、しまってください。はい、続けます。花。ああ、そういうことか。何、逆に花でピンとる。雨100回。これっぽいけどな、これこれっぽいけどな、こんなもんな気がする。めちゃくちゃこれっぽい。あります。はい、絶対そう。続けます。何これ。悩み150。いや、一気に違う感じするな。いや、いや、じゃあ、いや、そういうこと。じゃあ、じゃあ、じゃあ俺合ってる気がする。じゃあ匂う。やった3453回。光る少ないね、意外とね。それでは山並さんオープン。はい、ロング。俺も思ったよ最初。思って死が、死がそんなに多いんだからさ。やっぱロングかなと思う。でもロングってさ、多分見つかってないのやつとかもあるからさ、多分数数えられないと思う。お二人オープン。源氏物語。正解は源氏物語。やったー。そう、バーとかシーとかって結構その古文単語として結構やっぱ大事な文字だから、そこら辺であ、もしかして古文でやった源氏物語かなとかと思って、まあ雨で雨雨をしたさるとかあるし、まあ音ではいずれの音符でいいかとかね、始まるし、君はね天皇とか、ああいうね、確かにそうね、古文の中で天皇させて君って言ってる。ということで最終結果、山上さん 6.5 点、ふくら P 7 点、こうちゃん 9.5 点で優勝。やったー、すごい。はい、ということで今日はね、文学作品を間違った形で鑑賞してきましたけども、皆さんもね、今回ね、僕らより早く分かったという方は、こちらに書いてくれて、僕たちを勝負しましょう。ということで、チャンネル登録とか、それからツイッターの方もよろしくお願いします。それではさよなら。通知の方にしてね。オンにしてね。バイバイ。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知もオンにしてください。概要欄にね、ツイッターや LINE アカウントの情報などもありますので、チェックしてください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。